ビル・パクストンはアメリカ合衆国の俳優、映画監督、テキサス州フォートワース出身。本名はウィリアム・パクストン。高校時代から8ミリの自主映画を撮り続け、18歳の時にロサンゼルスへ渡る。そこでジェームズ・キャメロンと出会い、ロジャー・コーマンのニューワールド・ピクチャーズで美術監督となってビッグ・バッド・ママやセックス・アニマル、学生夫人に参加する。 1975年のクレイジーママにもスタッフとして参加したが監督のジョナサン・デミから出演してみないかと誘われて映画デビューする。これがきっかけとなって俳優を志すようになった。その後ニューヨーク大学で演技を学びステラアドラーに指示する。1983年の影の死刑で本格デビューを飾った。ストリート・オブ・ファイヤー・ターミネーターを経て 1986年、エイリア2のハドソン役で注目を受け、次第に主役格に昇進する。アポロ13という終作にも恵まれて、以降、話題作への出演を重ねた。2013年には映画、パークランド・ケネディアン冊、真実の4日間の制作にも参加した。2017年2月25日に、心臓手術後の合併症で死去した。61歳没。 エイリアンシリーズ、プレデターシリーズ、ターミネーターシリーズに出演した唯一の俳優であり、そして全作品でタイトルとなる敵に殺された人物を演じた俳優でもある。ジェームズ・キャメロンの作品によく出演し、アーノルド・シュワルツェネッガー、マイケル・ビーン、ランス・ヘンリクセン、ジェニット・ゴールドスタインともよく共演した。父はスパイダーマン三部作で、 バーナードを演じたジョン・パクストンである。ジョンは、ビルの出演作である、ブレインデッド、脳外科や R、ワイルドガンズ、フェイクディール、偽札、シンプルプラン、フレイルティー猛衆に、早くながら出演している。俳優としてのデビューはビルより、後なので、ビルは偽俳優とは言えない。俳優デビュー以前のジョンは小規模映画のプロデューサーを、していた。女優、 歌手のサラバクストンとはなないとこの縁石である。ありがとうございます。